いけない。クリア。Yes。OK、順調。次はこちら。共同ボツだ。ボツいっちゃう？ボツいっちゃうか。こっちあんじゃないの？なんかもう一個ぐらい。そうだな。それ教会か、最初の。そうだね。あ、ダメだ。で、この間これ。黄色のついとる。お、ほんまや。祭事場。こっちだ。行くのは多分。あ、そうだね。正規は、ドミトレスク城。よし。祭事場行くか。そうだな。まずこっちだな。結婚式やってるかもしれない。イェーイ。トワグまんじゅう配ってるかもしれない。いや、だったら参加するよ。参加するとか、ちょっと待ったーって感じでね。ちょっと待ったー。ちょっと待ったー乱入だよ。ちょっと待ったー、多分揉めるよ。揉めるよ。あの、奪う。お、よかったー。じゃあもう行こう。トワグまんじゅうまだだ。もう、そうね。お預けか。お預けか。お預けかよ。まんじゅう食べたいなー。ねえ、ちょっとね、今のところ卵しかねえからな。卵も持ってこなかったし、卵とニンニクしかない。卵とニンニクでどうしようと。リンゴがあるよ。リンゴ、まあ確かにフレッシュなリンゴ。じゃあこちらですよ。まあ墓地を調べつつ。大丈夫、出てこない人だから。そうね、ゾンビがね。でも今回はゾンビはもうお休みですよ。いや、油断してるとゾンビも来るかもしんねえじゃん。まあまあバイオだからな。うん。ゾンビが出ないバイオってないからな、今までな。あんま。おい？開かない。開かないけど奥になんかあるって。あるな。あとでなのかな、なんか謎解きあるんじゃないかもね。気をつけろよ。この祭壇これね、明るいの気をつけろよ、うん、あ、動いてる動いてるよ。これこれ音鳴るやつじゃないね。これ大丈夫かな。村を守る魔よけのヤギをお捧げする。壊したりすればミランダ様の罰が下ろうぞ。村を守る魔よけのヤギを壊したりする。壊しませんよ。じゃあミランダ様ってなんだ。ミランダ様によるよ。そうそうなんだよ。ミランダ様によるよ。ミランダ様によるよ。すべてはもう本当その通り、うん、ミランダ様によるよ。ミランダ様によりけりの観念だな。そうだよ。ミランダ様敵対するのはこっちは壊すよ。そうそうそう。ミランダ様によるよ本当に。それによってうちらが言う通りにするかどうかが決まるよ。ミランダ様の情報はまだないんだね。そう、全くわかんない。放流しとこう。うん。なんかマダムミランダとかなんかさっき、あ、マザーミランダとか、マザーじゃない？マザーか、うん、とか言ってたよね。そう、いいもんか悪もんかによるよ。まあ、そうだよ。こっちの敵か味方によるんだよ。そんな敵だったら壊しまくるよね。そうだよ。壊しまくる。んな徹底的に破壊してくる。どうだよ。一つのこら、しらみつぶしに一つずつやってくる。これが嫌なんだろうみたいな感じで。壊されたくないんだろうって言うの。そう、一つ残らずね。いや、本当だよ。ミランダ様によるわ。本当だよ。そこに生えてるの持ってくよ。なんかもう、バチ当たり。何かも見ずに撮ってるんですかも。あ、早すぎた。早すぎて。何を撮ったんかも分かんない。なんか線香の灰。何撮ったのっていう。何撮ったんだろうね。ハーフだと思うんだけどね、緑っぽかったから。でも増えてはいないな。ハーブ3、薬液2。ガンパウダーかもね。ガンパウダーかも。パウダーっぽいとこだったしな。あの、線香がほら燃え尽きる。ところだったから。なんか線香の文化はあんの？あ、ないか。ねえな。入れちゃったよ。入れちゃったな。あなた入れちゃったよ。そっか。割とまず墓地は意外とクリアだな、もう。で、こっちは多分鍵かかってんだろ。ガシャンって言ったよね、なんか。あそこ閉まったのがびっくりした。で、ここで、まあ、はめんだね。そう、2つ。ってことは、こっちの道とこっちの建物。マップ見てみよう。はい。いけんな。ちょうど没終わってどうする。ミランダ様に捧げてやる。ミランダ様に捧げる。ああ。ミランダ様に捧げたじゃねえや。あの破壊、そう、魔除けのヤギ。俺一匹今見つけたよ。え、見つけた。見つけたよ。全く分からなかったんだけど。え、あった。もうちょいも前映ってない、映ってない。下がって下がる。はい、映った。ここに入ってるよ。あ、いた。あ、いた。やば。あれじゃん。あ、つまりあれじゃん、あのスタチューじゃん、つまり。いや、わかんねえんだよ、それが。それがわかんねえんだよ。今回、あれじゃん。保留しとこう、保留しとこう。まあまあまあ。でも、ボブルヘッドじゃねえの。多分違うんだよ、やっぱ同じキャラクター。ダメだって、まだダメだって、まだ早えって。これコレクターズだよ、絶対これ。コレクターズって。嘘だよ。セーブしてから決めて。確かにな。セーブポイントねえもんな。ないんだわな。まあでも、これだろ。つか、よく見つけたな。だって動いてんだから、目に入るじゃん。動いてるかもわからないぐらいちっこいんだけど。いや、多分これ、うん、人形だよ。でも、ミランダ様の罰が下るんだよ。まあな。罰が、
ん？閉まったのか。閉まったね。そうか。つまりあれを壊されるとプレイヤー側にアイテムが手に入るから、ミランダ様はそうなってほしくないっていう。違うと思うけどな。ってことか。で、本当に何？本当に悪魔が来るの？じゃあ確かに壊しませんよ。ミランダ様が手伝ってくれないかもしれないよ。そうだな、まあ、全てはミランダ様によるわな。そう、ミランダ様によるんだよ。そう。怖っ。待って、こっちの入り口とあっちの入り口は何が違うの？部屋が違うでしょ。部屋怖っ。あ、本当だ、部屋一緒か。なんかあの扉の向こうにありそうだな。同じ、あの、つながって一緒じゃん。あ、一緒だ一緒だ。うわ、怖っ。うわ、怖っ。ちょっと待ってください。周りを確認。資料があるっぽいな。確かにな。お、ああ、ここでセーブできんじゃん。あるんだ。よし、この部屋やってからセーブするか。あ、そうね。教会？そうだね。あ、そうだったでしょ、はい、この座席のところとか。狭っ。狭っつうか、めっちゃリアル。質感リアル。キツキツだな。いや、こういう集落ってね、やっぱあるよね、こういう教会が。お、薬剤クレスト覚醒。あ、鍵だね。一つは小教会、ここじゃん。Here。 ここじゃね。そうだね、うん、一つは屋敷のルイッサに託すこと。あ、ルイッサ呼んでたんじゃない？ルイッサって誰だっけ？さっき出てきたっけ？あの、畑のそばの私の屋敷に来てっていう。はいはいはい、うん、あ、じゃあいいやつ、いいもん、いいもん、悪もん、いいだ。いいもん。あれ、じゃあミランダ様はいいもん。あ、取っちゃった。取っちゃった、あ、取っちゃった。来るか。キーアイテムじゃねえの？うん。イベントが起きるんじゃねえの？でも2つ集めて何か起きるのかも。セーブしよう、セーブしよう。あ、そうだ、なんか聞こえた、なんか聞こえた。やばいやばい、なんか聞こえた。待て、セーブするか。はい、セーブしよう。はい、タイプライターとか懐かしい。インクリボンいらないの？いらない。奇跡。上は何もない。上何もない。まあるやん。これ何？これが本当のなんだ。それトレジャーでしょ。これトレジャーか。これ撃てばいいのかな。うん、じゃあ撃ちますよ。セーブしたし。そうね、サファイアとかかな。うん、決勝。ああ、はい。で、これじっくり見ますよ。リード。ああ、じっくり見たいんですけど。うわ、これ怖いね。やっぱ神だよ、ほら。神の仮面つけてんじゃない？五光だ。仮面、ああ、そうだね。仮面つけてる。五光だよ、ほら。キモクソ割り？キモクソ割り？何これ？キモクソ割り？あの、もう、趣味が悪いの。口元の、このしましまがキモクソ割り？なんか、ちょっとずつずれてんのが気持ち悪いんだよね。ちょっとずつずれてる。左右対称じゃないんだね。なんかちょっとずつずれてんの。トンボの羽のような、うん、なんか枝っぽいよね。そうね。せめてこの目だけだったらまだいいよ。仮面、マスカレードっぽくて ね。こっからさ、垂れ下がって左右非対称。かっぽいよね、なんかね。うんうん、そうそう。キモクソ割り。で、後ろもなんかやっぱ気持ち悪いしね。で、女性なのか男性なのかわかんないけど。で、こっちが。あれ、なんかこれおとぎ話のあれっぽいよ ね。なんかっぽいね。うわ、イケメン、イケメン。これハンターみたい。なんかハンター。わ、細部まですごいね。めっちゃリアル。マダム、わかんない。マダム、ドラゴン、何これ、ちょっとわかんないね、うん、腕にも見えるね。ちゅう顔、なんかここがなんか顔に見えたけどね。狼の、わかんないです。やめよう、やめよう、詮索はやめよう。理解したらやばいやつかもしれない。そうだだんだん見えてくるんでしょ。じゃあこちらに行きますよごめん、俺さあのね、違うんだわ。俺今あの顔を認識したわ。今女神、あの女の人の、俺の目ではあの左側向いてるように見えたの。あのリオレウスみたいな顔かと思ったら左側向いてるわかる。ちゃんと調べろっつったのにリオレウスかと思ったの。回さないと。あ、回すのかこれ。あ、はいはいはい。お、あ、行かない、逆向き。あ、行って行って行って。そうだよね、うん、リオレウスかと思った。はい、こいつダメだぜ。やべえぞやられてんぜ。もうやられてんぞ。上も行けるよ、こっちね。森、あ、分かる。砦製材所、
製材所ってなんか前も共同没ね、前もどっかで聞いたことがあるぞ。製材所はあれだな、うん、ブレアビッチで出てきたな。そうだな、カーバーがいたところや。カーバーが犬に餌をあげてたところや。何人の家に手出してんだてめえ。そう、何手なずけてんだてめえみたいなね。言えないか。うん、六欲の胎児、あ、胎児だったんだね。あ、これ六欲増えてない？うん、俺今まで 4つかと思ってたけど増えてないっていう。増えね、帰ろう帰ろう。見なかったことにしよう。やばい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 。もう心が侵されるぜこんなとこに長居してたら。で、屋敷に行くためにはまだ行けない。あ、屋敷ってこっちの方だ。畑の近くって言ってたもんね。